部のアルプマリティーム県に所在するコミューンルルレは、グラースから1 0トル、カンヌと地中海の海岸から2 6トルニースから2 8トルそして、モナコから4 5トルの位置にある。南向き斜面の標高が高い位置にあるルルレの一部の場所からは、モナコからサントロペにかけての地中海の眺望が得られる。このコミューンは、 もっぱら住宅地からなっているが、村の中心部には商店も多く、観光案内所もある。近郊には、グラースの香水製造業者が使用するカを栽培する花畑が散在している。ルルレは、現代において開発行為が進行している、この地方の典型的な存落の例であり、観光、文化活動や住宅開発の拡大がありながら、旧来の あるいは近年の新たな農業も共存している。ルルレにある2箇所の遺跡、ルルレの森の宿営地とルカステララスカラは古代における居住の痕跡が見つかっている。森の宿営地は丘陵の上にある。19世紀末にポールゴビーが行った発掘調査で、紀元前400年頃の居住の痕跡が見つかっており、最も多くの居住の痕跡が残されているのは、 紀元前100年頃のものである。ルカステララスは非常に単純な、しかし謎めいた倒れたモノリスであり、新石器時代ないし青銅器時代に遡るものと考えられている。しかし、そうした時代に人が居住した痕跡はこの場所からは発見されていない。ありがとうございます。